ヒガンバナ、ヒガンバナ、ヒガンゲ、学名、は、ヒガンバナかヒガンバナ族の多年層である。マンジュシャゲ、マンジュシャゲ、または、マンジュシャカサンスクリット語マンジュシャゲの音車、学名から、リコリスラジアータとも呼ばれる。前層有毒な多年生の球根性植物。三型花樹で六枚の花びらが放射状につく。道端などに群生し、 日本では9月中旬頃に赤い花をつける。稀に色素形成以上で白みがかった個体もある。その姿は独特で、夏の終わりから秋の初めにかけて、高さ30から50センチメートルの枝も葉も節もない。花形が地上に突出し、その先端に筒に包まれた花序が一つだけつく。筒が破れるとこから7個前後の花が顔を出す。花は短い柄があって、 横を向いて開き、全体としては、すべての花が輪生状に外向きに並ぶ。花弁は、長さ40ミリメートル、幅約5ミリメートルと細長く、大きく反り返る。開花終了の後、晩秋に、長さ30から50センチメートルの線形の細い葉を、ロゼット状に出す。葉は深緑で、艶がある。葉は冬中は、姿が見られるが、翌春になると枯れてしまい。 秋が近づくまで地表には何も生えてこない。悲願花は3倍体、3n イコール33のため不年生であるが、変種の子悲願花、バリエーションは2倍体、2n イコール22で年生があり、他の種との交配により多様な園芸品種が作出されている。日本には北海道から南西諸島まで見られる。自生ではなく、 中国大陸から直接ないし間接的に持ち込まれたものと考えられる。その経緯については、稲作の伝来時に土と共に林茎が混入してきて、待ったと言われるが、土に穴を掘る小動物、モグラ、ネズミ等を避けるために有毒な林茎をあえて持ち込み、あぜや土手に植えたと推測する意見もある。また林茎は、適切に用いれば、薬になり、また水にさらして、 アルカロイド毒を除去すれば急校食にもなる。そのような有用植物としての働きを熟知して運び込まれた可能性もある。人里に生育し、田畑の周辺や堤防、墓地などに見られることが多い。特に田畑の縁に沿って列をなす時には花時に見事な景観をなす。湿った場所を好み、時に水で洗われて球根が露出するのが見られる。なお、 山間部森林内でも見られる場合があるが、これはむしろそのような場所がかつては人里、里山であった可能性を示す。日本に存在する彼岸花はすべて遺伝的に同一であるとされるが、このことが直ちに中国から伝わった一株の球根から日本各地に株分けの形で広まったと考えることはできない。三枚体であるため一般に種子で増えることはできないが、 持ち込まれた複数のヒガンバ花の採取地が偏っていて遺伝的に同一であることは十分にあり得るためである。ただし中国には種子繁殖が可能で遺伝的に多様な小ンバ花が自生しそれらが3倍体化することでいくつかのタイプのヒガンバ花が存在する。それらがわずかでも導入されている可能性があるため先に書かれているように国内に分布している全ての 悲バ花が同一遺伝子を持っているかの確証はない。前奏有毒で、特に臨系に、アルカロイド、リコリン、ガランタミン、セキサニン、ホモリコリン等を多く含む有毒植物。蛍光摂取すると、吐き気や下痢を起こし、ひどい場合には、中枢神経の麻痺を起こして死に至ることもある。日本では、水田のアゼや墓地に多く見られ、人為的に植えられたものと考えられている。 その目的は、アゼの場合はネズミ、モグラ、虫など他を荒らす動物がその輪形の毒を嫌って、避ける、危機用に、墓地の場合は虫除け及び土葬後、死体が動物によって掘り荒らされるのを防ぐためとされる。モグラは肉食のためヒガンバ花に無縁という見解もあるが、餌のミミズがヒガンバ花を嫌って土中に住まないために、この草の近くにはモグラが来ないとも言う。 有毒なので農産物ではなく年貢の対象外とされたため、休耕作物として、田畑や墓の草取りのついでに栽培された。あ、輪形は澱粉に富む。有毒成分であるリコリンは、水溶性で、長時間水にさらせば無害化が可能であるため、救い植え植物として、第二次世界大戦中などの戦時や非常時において、食用とされたこともある。また、 花が終わった秋から春先にかけては葉だけになり、その姿が食用のノビルやツキに似ているため、誤食してしまうケースもある。臨液は、イシビル、セキサンという名の木薬であり、利尿や巨炭作用があるが、有毒であるため、素人が民間療法として利用するのは危険である。毒成分の一つであるガランタミンは、アルツハイマー病の治療薬として利用されている。 彼岸花の名は、秋の彼岸頃から開花することに由来する。別の説には、これを食べた後は、彼岸、しかない、というものもある。別名の寿樹斜毛は、ホッケ行などの仏典に由来する。また、天上の花という意味も持っており、相反するものがある。仏教の経典により。ただし、仏教でいう寿樹斜毛は、白くや荒かな花であり、彼岸花の外観とは似ても似つかぬものである。 金縁種な続線の花は白い。万葉樹に見える一子の花を悲願下とする説もある。道のべの一子の花の癒やち国人みな尻りぬわが、小泉は11.2480。また、毒を抜いて非常食とすることもあるので悲願の花という解釈もある。ただし、食用は一般的には危険である。異名が多く、死人花、地獄花、幽霊花、蛇花、 蛇の花、カミソリ花、キツネ花、ステゴ花、ハッカケババアと呼んで、日本では不吉であると意味嫌われることもあるが、反対に、赤い花、天井の花の意味で、めでたい兆しとされることもある。日本での別名、地方名、方言は1000以上が知られている。学名の俗名、リコリスは、キリシャ神話の女神。 海の生であるネレードの一人ライクウリアスから取られ、主相名は放射状の意味である。花の鮮やかさ、毒性足を連想させる名前へなどから、様々な創作物の題名に使われている。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。